虫赤大瀬尾赤虫マシマシピーピーはいドッシーみたいなのを挟んでいってますね。飛ぶようラーメン、飛ぶようラーメン四角青戸ですね。青戸ね、青戸ですね。京成電鉄ね、青戸駅という駅、僕は初めておりましたけども、飛ぶようという意味があります。なるほど、そうなんですよ。そういうことね、飛ぶように売れるという長州力みたいな意味じゃないですね。飛ぶ食ってみな、飛ぶぞみたいな、飛ぶぞっていう、違いますね、うん、はい、そっちに捉えてもね、まあまあまあ二郎系だからすごそうだね。基本としてはね、濃厚豚骨醤油と合わせ味噌をベースとしてまして、うん、味噌の混ぜそばとかもまあ一応あるという、うんうん、ちょっといろいろなものがあるよというインスパイア系店舗でございます。ねえ、でラーメン、味噌ラーメン、辛味噌ラーメン、混ぜそば、つけ麺、そして、ご飯物とかね、あのちっちゃいけどね、牛麺なんてのもあって、牛麺、牛の二郎系まで揃えてる、かなりメニュー豊富なお店ですよ。しかもサイドメニューであるって、はい、すごいね、そうなんです、お酒もありますね。で今回はチャーシュー麺を選択、特盛りで選択してますね、はい、あのちなみに僕は飛ぶようラーメンさんすごいね、うん、1年に1回ぐらい行ってくださいって言われてたんで、とうとう行ったという感じなんです。そんなご要望があります、ね、そうなんです。あ、そうだ、こんな感じだったな。さあ、着の景色が変わっておりますね。こちらです、花が開いてるじゃないですか。そうなんです、野菜大盛り、煮込め、油大盛りの、チャーシュー麺で、特盛りは150円でプラスができるということですね、はい。上から見ます。プロペラのように飛んでいきそう。花と言ってしまいましたが。いろいろなもので見えますけど。確かにね。五稜郭にも見えます、ね。ラプレシアのね。ラプレシアにも。結構花だね、やっぱり。花ね。油の調節なんかもね、できますけど。ボールは食券提出の際にお願いしますということで、ね。さあ、豚さんからいきますね。うん、見てください、うん、ね。スリムで引き締まってますね。うん、ハンサムゲチ豚です。あ、ハンサムゲチ豚。非常に細い豚ですね。ハンサムでしたか。まあ、どんどんいっちゃいます。スープもういきますよ。ね、これがね、あの微乳化タイプだと僕は思いますこれ。うんうん、で、あの味よりもね、熱いんですよ、すっごい。うん、でね、出てくるの超早かった。注文してから。なるほど、その辺はすごくありがたいですよね。そうね、熱々なものがすぐ食べられる。これからの季節にいいですね。油野菜、上に乗ってるこの油の部分に返しがかかってる状態のやつ、うん、一口でいくのが大変おすすめなんで、うまいね、絶対にやってください。散らさずに一発でいってほしい、ね、うんうん、あ、なるほど、濃縮したところをね、そうそうそう。あ、で麺量ね、小、うん、が本当に小です。あ、本当だ、 110g ということで、あ、じゃあまあ人を選ばない感じだね。まあそうなんですよ、特盛りは440でちょっと多いけど、うん、極太平打ち麺ね、ちょっと一本一本すごい長いんでね、うん、こう吸引力が問われるよ。なるほど、ゾッパゾッパゾッパっていう風にね、そしてニンニク、まあ、マシマシはちょっとできないですね、多めまでの、の模様ですね。これがもうバランスがいい、バランスがいい、バランス中のバランス、バランス中のバランスですもう、辛くないんですよ、辛くないんだけど、うん、ニンニクの風味は漂ってくる、うん、というまあだからバランスのいいニンニクね、ずっとバランスと言ってますが野菜のうまみがすごく感じられるスープなんで、うん、ニンニクをこう引き出してくれるんですね、そのままで。確かに麺長いですね、長いです、はい。そして返しなんですが、うん、おっ、長いですよ、なんだなんだ、味わって4.5なんですけど、はい、お醤油なのかなっていう、ね、あ、そういうことだから長かったの、ちょっとそうそう考えてましたが、ちょっと光ってる間にちょっと分かっちゃったよね。あ、だいたい分かった、うん、まあもし返しだとしたらですね、うん、かなりの塩分を誇るお醤油よりの返しということです、うん、そこら辺は行って楽しみ、しょっぱいですよという、うん、そう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 、あ、そして出ました久々に、うん、SB のアラビックコショウね、ほっとしますね、まあ家庭用ですよね、そうだね、実家の台所にありますね、うん、ね、これを入れたことで、ね、何が変わるかというとですね、スープがやや優しいので、うん、粒のがデカめの粗挽きというのは一気にスープ変えられるんですね、うん、クールと変えちゃいました、クールコーン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 、いや、コーンではないけど、ということで、これうまかったんだよ、これさっき会員よりもブラザーコーンのセンス気になりました、大事なんです、はい、ブラザーコーンね、ということでバシバシレベルは 84.9 です、うんうん、小数点第1位までね、じゃあここでちょっと葛飾区なんで、あ、ちょっと葛飾区俺2軒目なんですよ、うん、葛飾区、情報説説、はい、葛飾区説、これね、じゃあインスタグラムでも言ったんだけど、はい、あの
ジブラいるじゃないですか、ラッパーの。ラッパーのジブラ、はい、ラッパーのジブラがあのグレートフルデイズのことを YouTube で語ったんですよ、何ヶ月か前に。 KJ とね、いろいろあったけど、で自分の歌詞をここはこう韻踏んでて、うん、ここはこういう気持ちで歌って、うん、こういう気持ちで当時書いたって言ってんだけど、うん、俺は東京生まれヒップホップ育ちはなんでこれを思いついたか思い出せないんだよ。でも俺初めて聞いた時に、うん、これ絶対トラさん生まれも育ちも葛飾柴又、葛飾柴又、東京都葛飾柴又、うん、これをいじったんじゃないのかなって。ちょっと結構違うな。東京は多分言ってないんじゃないですか。いや、まあ、東京都は言ってるって、東京都あ言ってるんだ、そこで葛飾柴又って言ってるの有名だけどね、まあ、それ自体はしょってる可能性もあるけど、何生まれ何育ちっていうか、あとは言ってないか、とは言ってない、全然違いそうなの。俺その説ちょっと支持したいんで、ジブラさんコメントしてください。ちょっとマジでビーフビーフここでここで食ってるものはポークだが、俺は放つよビーフ。これずっと使うんすよ、これ。どこまで使うんすか。これで、いやちょっと葛飾ってなったら、ちょっとどうしても言いたくて、ちょっと、まあこの辺り、はい、あの飛ぶようラーメンさんあるんで、アウト行ったらぜひとも。最後さっぱり終わりますね。ごちそうさま。